You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. いや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 、はい、春ですね皆さん。大阪城公園も桜が満開でございます。ちょっと1週間ぐらいね、例年より早いみたいですね。開花時期も満開時期ももう結構ね、いろんなところで桜咲き乱れてるんですけど、桜の近く人がいっぱいでも撮影できなさそうなんで、ちょっと離れたところで撮っております。まあ一昨年まではだいたいこの時期はもう外国人の観光客さんの桜のポートレート写真でもパンパンにスケジュール待ってたんで、花見とか楽しめなくて、まあ去年もコロナで自粛してたんで、今年からはねちょっと花見楽しんでいきたいと思います。今日はですね、お花見のついでにほい、ソニーの ECM-B1M っていうね、紙マイクと呼ばれる、マイクを買ったので、これのレビューをしていきたいと思います。今この音声もこのマイクで撮ってるんですけれども、結構高音質でね気に入っております。家でちょっとだけね使ってきたんですけれども、いつも使ってるロードのビデオマイクよりは全然いい音でしたね。これね、注文したのはこの α7C とこのシューティングリップと同じタイミングで年明け早々に買ったんですけど、届いたのが先週っていうね、約3ヶ月待ちっすよ。どんだけ人気やねんっていうね。今もなんかオフィシャルストア見たら注文ができない状態になってるみたいで、まあそれはなんか注文が殺到してるからっていうよりは、なんか何らかの理由で生産ができない状態にあるのか、まあコロナで OEM 先が止まってしまってたりするのか、ちょっとわからないですけども、今はなんか注文できないですね。じゃあちょっとですね、この外観から見ていきたいと思います。このマイクはですね、嬉しいことにケーブルいらないんですよ。ここにマルチインターフェース種がついてて、そこからねカメラから電源供給できるんで、まあ、他のマイクみたいにねケーブルをつなぐ必要はありません。これめちゃくちゃいいですよね。じゃあまず左上のね、このデジタルアナログ切り替えスイッチなんですけど、これはですね、音声データを記録するときにカメラ側のコンバーターで音声データをデジタルに変換して記録するか、マイク側のコンバーターでデジタルに変換して記録するかを切り替えるスイッチになってるんですけど、このカメラ側のコンバーターで記録するのがデジタルで、マイク側のコンバーターで記録するのがアナログになってます。まあ、ちょっと専門的な話だと思うんで、音質的なことを言うと、このデジタル、カメラ側のコンバーターで記録する方がノイズレスで音質がいい状態で記録ができるということです。はい、じゃあですね、今撮ってるのはデジタルなんですけれども、これをアナログ収録に変えてみます。はい、今ですねアナログ録音にしてるんですが、どうでしょう、音質の差ありますでしょうか。一応音程波形を見てもそこまで大きな差はない感じですね。はい、音質の差はこんな感じですね。次にですね、指向性を3パターン切り替えれるスイッチがこちらになります。上から A 指向性、真ん中が単一指向性、全指向性となっていて、音声が入る方向をですね、前が前方の方からちょっとずつ全体に広げていくっていう感じですね。まあ、この切り替えもね、あるのはめっちゃ便利やなと思いましたね。これもちょっと試し撮りをしていってみましょう。はい、今これね A 指向性で撮ってます。まあ、マイクの前方前側の音量を集音する感じですかね。メインにはどうでしょう、結構いい感じで撮れてるんじゃないでしょうか。一応カメラの横側と後ろ側からも喋ってみますね。一回カメラ回します。はい、今横から喋ってます。どうでしょう、ちょっとだけ聞こえづらくなったかなと思います。これが今真後ろから喋っております。どうですかね。まあ A 指向性だとちょっと聞き取りづらいんじゃないでしょうか。こんな感じです。 A 指向性で真後ろから撮ってます。はい、じゃあ A 指向性から単一指向性に切り替えて収録してみます。はい、今ですね単一指向性で撮ってます。まあ、A 指向性よりちょっとだけね集音範囲が広がってるんで、環境もちょっとだけ入ってるのかなと思うんですが、どうでしょうか。じゃあ単一指向性でもカメラをちょっと回しながら撮ってみたいと思います。はい、これ単一指向で真横から撮ってます。どうでしょう、さっきの A 指向性よりは音声入りやすくなってると思うんですが、今これ真後ろから撮ってます。単一指向性で真後ろから収録してます。まあ、後ろ側からのしゃべりはさほど A 指向性と変わらないのかなっていう感じです。はい、じゃあ次はですね全指向性に切り替えて収録してみようと思います。はい、今全指向性に切り替えました。音質の差、音量の差どうでしょうか。まあ、全指向性はね集音範囲もかなり広いんで、
周りの環境もかなり入ってるのかなと思います。どうでしょう、今全指向性で真横から撮ってます。どうでしょう、あんまり音量も変わらずに集音できてるのかなと思うんですが、はい、これ全指向性で今真後ろから喋ってます。どうでしょう、音量もそこまで下がらずに集音できてるのかなと思います。でもこの全指向性は本当にこうやってカメラを前に向けて Vlog 撮るには本当に便利だなと思いますね。はい、こんな感じでございました。あ、ちょっと後ろ側にあのおじいちゃんのお花見集団が来ちゃいましたねちょっと移動しようかな。はい、ちょっとだけね移動しました。あの風もねちょっと出てきたんで、このね付属のウィンドフィルターもつけてみようと思います。はい、装着しました。どうでしょう、風の音もちょっとだけマシになったかなと思います。次ですね、この左下のフィルターに行きましょうか。上からですね、ノイズカット、ローカット、オフとなっていて、ノイズカットがですね、断続的なノイズをカットするということで、まあ、例えばエアコンの音とか、あと飛行機とか車とか乗ってる時にこのゴーってなってる音とか、そういう機械音とかをカットしてくれます。で、真ん中の LC、ローカットがですね、突発的な大きな音をカットするイメージで、例えばこういう外で Vlog してる時とか、急にね、突風が吹いたり、ボワーって入る音あるじゃないですか。あれをね、軽減してくれると。いう感じですね。じゃあですね、単一指向のままなんですけれども、フィルター2種類試したいと思います。これ今オフの状態撮ってます。では、ローカットに切り替えます。はい、今ローカットに切り替えました。どうでしょう、音質の差はありますでしょうか。ちょっとだけ周りの環境音が小さくなってるのかな。カメラのモニターの音量波形を見てもそこまでちっちゃくはなってないんで、喋ってる声はあんまり影響はないのかな。周りのガヤガヤした声がちょっとだけちっちゃくなってる感じですかね。じゃあちょっとノイズカットに切り替えたいと思います。はい、これ今ノイズカットに切り替えてます。あ、ちょっとだけ音声の波形もちっちゃくなったかなっていう感じですね。うん、結構静かな中で撮ってるっていう風な聞こえ方してるんじゃないかなと思いますが、どうでしょう。これ今ノイズカットで撮ってます。次にその右側の ATT、 これがアテネーターと呼ばれるものなんですけど、これはですね、収録する音声がめちゃくちゃ大きい時に、まあ、そもそもの原因を下げて収録することができるというスイッチになります。一応今撮ってるのがこの 0dB のところで、真ん中が 10dB、 一番下が 20dB、 それぞれ小さく収録するという感じですね。はい、じゃあアテネーター試していきたいと思います。これがね、0の状態で 10dB 下げて撮ってみたいと思います。はい、今ですね、単一指向で 10dB 下げて、撮っております。どうでしょう、このモニターの音声の波形を見てもちょっとだけね音量がちっちゃくなってるのがわかるんですが、聞こえはどうですかね。結構ちっちゃくなったかな。じゃあ次ね、 20dB 下げて撮ってみたいと思います。はい、これ単一指向で 20dB アテネーター下げて撮っております。どうでしょう、あ、でも波形見ても本当にちっちゃくなってますね。かなり声もちっちゃく聞こえてるんじゃないかな今は。こんな感じでございます。 20dB 下げてみてます。じゃあまた一旦ね0に戻してみたいと思います。はい、また一旦ね0に戻しました。単一指向でアテネーター0の状態です。音量波形もかなり大きくなりましたね。それにしてもこのマイク本当にいろんな機能がついててすごいですよね。なんか神マイクと呼ばれる理由が分かった気がしましたね。で、最後にですね、ここはオーディオレベルになってます。これはですね、収録する音量を、まあ、こいつが自動で調節してくれるオートと、自分でね、このゲインメモリをいじって調節するマニュアルがあります。オートにするとね、ちっちゃい音も大きい音もある程度こいつがバランス取ってくれるんで、一定の音量で収録することができます。まあ基本的にはですね、オートでいいのかなと思うんですけど、ちゃんとね、映像の中でも音量の大小を表現したいっていう時には、マニュアルにして、まあ勝手にね、音量調節されないようにして収録するといいと思います。じゃあ一旦オーディオレベルも見ときましょうかね。今これねオートでずっと撮ってるので、マニュアルに変えて音量調節自分でしてみたいと思います。はい、これねオーディオレベルをマニュアルに変えて、今ゲインのメモリをマックスにしてます。ちょっと割れてしまって聞き取りづらかったらすいません。一旦試しにしてみております。じゃあちょっとずつねオーディオレベル下げていきたいと思います。ゲインメモリを今5まで下げて撮ってます。音量のバランス的にどうですかね。これが一番ちょうどいいのかな。まあ、これ今ねマニュアルで撮ってるんで、例えば今俺が大声で喋り出したらそのままのね音量で入っちゃうんで声割れちゃうんじゃないかなと思いますね。じゃあ最後に一旦ゲインのメモリをゼロにしてみます。ゼロだと全く聞こえないのかな。一回してみますね。
はい、また今ねオートに戻しました。マニュアルにして原因のレベル0にするともう全く音が入らないみたいですね。はい、オーディオレベルの検証はこんな感じでした。はい、という感じでかなりね盛りだくさんの機能がついたマイクなんですけど、まあ、ちょっとこいつでねこの大阪城公園桜満開なんで散歩していきたいと思います。見てくださいよ、めちゃくちゃ満開。ただめちゃくちゃ人多いな。これはちょっとね Vlog やりづらいですけれども、まあ近くのなんか売店でご飯でも買って楽しもうかなと思います。花見見てまいります。あの近くで見るとまだ咲いてないのもありますね。うん、七分八分咲きって感じですかね、大阪城公園は。めっちゃ綺麗な。No drone here. ここめちゃくちゃ綺麗ですよ。どうですか？はい、ちょっとお腹減ってきたんで売店でご飯でも買って桜見ながら食べようと思います。今日土曜日なんでね、もう人がすごいですね。大阪城公園もなんか緊急事態宣言も解けてここぞとばかりにみんな出てきてますけども、どうなんでしょうね。でも本当にこんなに久しぶりに桜をゆっくり見た気がしますね。今まではもう観光客の外人さんのポートレートの写真を撮りながらすごい世話しなく桜見て綺麗なと思いながらいいロケーションを探して写真を撮ることばっかり考えてたんで、なんかすごい新鮮です。 4,5 年ぶりぐらいかな。いい感じですね。ちなみにこのマイク今はね A 指向性のオートで撮っております。なんかいい感じの小道を見つけたんでそこに今入り込んでます。大阪城公園は本当に大阪でも屈指の桜の名所っていう感じじゃないですかね。人はね結構多いんですけどね、めちゃくちゃでかいんでここの公園だから、それなりに人がいても結構人気の少ないスポットを探せて桜と一緒に写真を撮りたい人はおすすめの場所だと思います。よいしょ。とりあえずね食料をゲットできたので食べたいと思います。ちょっと桜の下はやっぱりねどこも人がいっぱいでなかなか場所取れなさそうだったので、今日はここでお昼食べて帰ろうと思います。あー結構暑いですね、歩いてると。ビール飲みたいとこですけどね、今日はこの後ボイトレのレッスンがあるのでお茶にしました。鮭おにぎり。癒されますね、やっぱり自然は。早くキャンプをしたいな。シーチキンマヨネーズ、おにぎりの定番ですね。みんなはおにぎり何が好きなんですかね。これは鮭とシーチキンマヨネーズとおかかと昆布と、もう何でも好きですね。向こうであのちっちゃい女の子がキャンプの時にあの荷物運ぶように使うカート乗って滑り台を滑り降りてますね。大丈夫かな、あれ危なくないかな。うん、危ない、3秒ルール、ああ、ごちそうさまでした。じゃあですね、そろそろ時間もなくなってきたのでボイトレの準備しに帰ろうと思います。はい、っていう感じで帰ってまいりました。音質めっちゃ良かったかなと思うんですけど、どうですかね。
まあ、もちろんこういう室内で撮るときとかはコンデンサーマイクの方がね、あの音質よく撮れると思うんですけど、まあ、ああいう外で Vlog するときとか周りの環境もね一緒に撮るってなるとかなり高音質なマイクなんじゃないかなと感じました。まあ、一個ね補足すると、ここのねデジタルとアナログの切り替えは録画中にこれ切り替えてしまうと音声が一回ねシャットダウンされてしまうので、まあ、切り替えたときは一回録画を止めて、アナログデジタル切り替えてですね、でまた再録画するっていう感じでやってあげるといいと思います。でデジタルの方はですね、対応機種にちょっと制限があるみたいなので、その辺もねちょっと概要欄に載せておこうと思いますので、チェックしてみてください。まあ、検証前にも伝えたんですけど、今ちょっとねオフィシャルサイト上でもあのオーダーできない状態になってるみたいなので、また注文受付再開したらですね今日のレビューも参考にして購入検討してみてください。では本日も最後までご視聴ありがとうございます。この動画が参考になったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。あとツイッターとインスタもやってますんで気軽にフォローよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ピース。